皆さん、こんにちは、こんばんは。皆さん、こんにちは、こんばんは。バルセロナからユミミです。はい、また月曜日になりましたね。皆さん、いかがお過ごしですか？バルセロナは今、お昼の、お昼の3時ですけれども、すっごく日差しが暖かく、お天気が良いです。で、このバンクにあるのも昨日行ってきた海ですけれども、バルセロナ本当に今、太陽さんさん、11月の後半になっても、暖かい日が続いています。皆さんのところはいかがですか？さて、11月、意識する目覚めるというタイトルで、このワールド・オブ・ワーズをお届けしていますが、今週は記憶の存在というお話をしたいと思います。というのもね、ちょっと待ってね、声がダブルで入ってますね。はい。そう、今週は記憶の存在というテーマでお話をしたいと思っています。というのもね、今、そう、記憶のお話は、この、体を意識するとか脳とかね、その時にもお話をしてきました。その体が引き継がれてきた細胞の記憶、私たちの発達、人類の発達のところでも、その生命の記憶というね、タイトルのミキさんのお話をしましたけれども、生物学者の。そしてね、昨日、実は今、うちの息子がですね、バルセロナに来ていて、で、まあ仕事で来てるので、今は、仕事の方に行ってるんですけども、記憶のね、話というか、小さい頃の記憶、いつが一番、どんな記憶があるの？という話をしたんですね。そして、その時に、一番自分が小さな時のことで、何を覚えている？何歳ぐらいだったの？で、いう質問をしたんです。で、彼の母親だから、その、もちろん彼が生まれた時から、その3、0歳、1歳、2歳、3歳という記憶を、私自身の記憶として持っています。彼がどんな風だって、この時に何があったとかっていうのね。で、その話をした時に、もちろん、その小さい時からの記憶で、同じ記憶、これしたね、でしたね、と記憶をこう分かち合っている部分もあるんですけれども、もちろん彼自身が私と一緒にいながら、彼の視点で経験したこと、彼の中で記憶されていることというのは、もちろん違うなと思ったんです。はい。で、その記憶の違い、それはあるなぁとは思っていたんですけれども、いざ自分の子供とその時を一緒に過ごし、私が彼の小さい時のことを見ながら、その中で彼がどんなふうに考えていたのか、感じていたのか、記憶していたのかっていうのを改めて聞くのは、すごい、こう、私にとって新たな発見の数々だったんですね。で、しかも、実は彼が、うちの息子が小さい時にですね、5歳ぐらいまでの間、いつだったかしら。言葉が喋れるようになった頃、4歳か5歳だったと思いますが、言葉がちゃんと喋れるようになった頃、ね、言葉を喋り始めて2歳、3歳、そのぐらいだったかな。生まれてくる前の記憶の話をね、してくれたんですね。で、その時の話し方、あるいは話の内容というのは、すごくはっきりしていて、そして、その話の内容というのも、実はいろいろな記憶、体内記憶とかね、その前世記憶とかいう本がありますけれども、そういうお話と共通するものがあったんです。で、私自身はもちろん、その小さい彼にそういう話をしたこともないし、それは彼が自分の自らの記憶として話し出してくれたことなんですけれども、その後、そして大きくなっ、もうちょっと大きくなってから聞いたら、もうその記憶のことは覚えてないよというふうに言われたんですね。小学校ぐらいになった頃かな。で、まあ、いろいろね、一緒に生活していく中で、どんな記憶、こんなことがあったね、こんなことがあったねという記憶の話をする機会はもちろんたくさんありましたが、今、
彼が大人になって、私自身も今この自分を意識するとか目覚めるとかいうことを通して、自分自身の中、記憶、そして細胞とかそういうことを自分の中にあるものを探索している中で、その記憶ということについて改めて話したときに、これはすごいと思ったんです、改めて。よく今は書き換えることができるとか、それから、いずれにしても記憶って結局、今ここでの記憶ということなんですよね。そんなことも含めて、今日は10分間の間で、この最初のね、どうして記憶の存在ということをこれからお話しようかとする動機になったお話になっていますけれども、今週はそのあたりをいろいろ皆さんと分かち合ってお話ししていきたいと思います。記憶という存在、記憶のそのものの存在のお話ってなかなか、どんなふうな仕組みなのかとか、記憶はどこにされているのかとか、そして記憶の仕組み、あるいは記憶のメカニズム、記憶の種類、そんなことについて、なかなか普段ね、こうお話をしたりとか、そこまでこう見る機会がなかったので、今回はこのテーマを取り上げて、今週は1週間、この記憶の存在ということについて、ちょっとね、いろいろ見てみてお話をしていきたいと思います。エコさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。見てくださってね。エコさんも。フランスの、コメルシーの、マドレーヌに、恋をして、フランスをそれを追いかけていらっしゃる方ですけれども、皆さん、そう、今生きている自分、そしてか、その生きてきた自分、そして自分がいろいろしてきた行動、あるいは感じたこと、それらの中で思い出すこと、一番思い出されることっていうのは、どんなことですか？そして一番小さな頃、の記憶はいつ頃どんな記憶がありますか？そして今ここで自分が一番覚えていたいこと、記憶していたいことというのは何でしょう？そんなことをちょっと提案して皆さんにシェアをしていただけたらなと思います。記憶ということについて様々な側面から今週はお話をしたいと思います。楽しみにしていてください。ということで今日も見てくださってありがとうございました。では、皆さん良い一日をお過ごしくださいね。レコさんありがとうございます。そして、アーカイブや、YouTube で見てくださる皆さんありがとうございます。ではではまた明日お会いしましょう。失礼します。